雪雲 TBS でいい。ハロー YouTube。はい、今日皆さんにご紹介するのは100均で買ったくるくるフックです。これを何に使うのかというと、ズン、師匠の個展で飾られてた僕の単独のチラシのフライヤーのデザインの絵ね、作品いただいたので、お家に飾るようにこれを買ってきたです。家にね、置くようなとこがないからな。で、今日は見てよ、こうか、スーパー三脚&自撮り棒を使って実況ですよ。これのね、この辺はデッドスペース空いてるだよ、上の方が。で、大変だな、ちょっと大変だな、こっちにしようか、こっちか、よいしょ、届くかな。私は高身長、高収入だから、よいしょ。しんどい。変なカーテンレールが無駄にあるから、うちにはこうでしょ、あれ動かない。まあいいや。こうでしょ、でこれよ、よいしょ、もうすりゃ引っかかんない。どうしたもんか。わかったぞ。ああ、よくないな。ちょっと待ってね。ちょっと止めようか。作戦変更。ちょっとね、よいしょ、これダメっぽいな。バカー、これだよこれ。ちょっと待ってね、これだ、これだ、ラーメン。よいしょ、これでいいんじゃねえかな。ほら、こうした。で、これを
ほら、ちょうどじゃない？うん。お。ちょうどだ。ほら。ちょっとこっちにしたいな。移動できるだろう。ちょっと待ってね。できた。ええやん。ちょっとバランスが悪かったので、ここや。ほら。ちょっと不安定？怖い？いいか。ほら。どこに飾ってんだって話だけど。いいでしょ。今後配信とかで映る？わかんない。うん、こうするしかない。ええやん。インテリア登録してね。そっくり。